順位予想、とうとう来週。ちょっと原田マンがあまりにも知識不足ということで今回外れました。早速やっていきますか。はい、今回は原田マンとリカさんとこんがりが現地でちょっと見に行こうかなと思っておりますので、シルバーリップという席も取れているので、はい、まあ割と現地らしい観戦ができるのではないかと思っております。マジで楽しみです。はい、ちなみに昨年僕とリカさんが行った時は超後ろの席でマジで何もわからなくて、でなんでビッグラミーダントツ優勝じゃないの、うん、っていうのを端っこに寄せられたって、あ、ダントツすぎるんかって一緒に見てた人全員って言ってました。全然違ったから SNS とか、うん、そのペーパービューとか見てる人からしたら、うん、あんまみたいなのを聞いて、うん、何言ってんだろうぐらいな感じで SNS 見てて、現地の方が分からんかったっていうこともあるけど、今回はそういうことがないかなという感じ。はい、の上でトップ5、はい、ですかね。はい、はい、じゃあこんがりじゃないハムちゃんから行きましょう、行きましょう。はい、僕の予想はこちら。1位デレク、2位ハディ、3位ブランドン・カリー、4位サムソン・ダウダ、5位ニック・ウォーカー。ほう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 。じゃあ僕の予想は1位デレク、2位ハディ、3位サムソン、4位ニック、5位ブランドン・カリー。だからまあメンツは全く同じです。全く一緒やね。全く同じで、うん、まあ、内容が違うね。そうですね。1位から、うん、まあお互い1位同じなんで説明していくと、うん、今年デレックめっちゃ調子良さそうなんですよね。うん、うん、マジでそのなんか化け物じみた背中になってきてて、で皮膚感もかなりいいかなっていう、うん、去年2位よね。そうです、去年2位で、うん、去年2位の時点で、あの、おお、これは来るかもしれんっていう、その将来的にっていうのはあったけど、まあ去年の時点ではハリーの方が全然良かったと思います。うん、やっぱこの詰まってる感じというか、あのディティールっていう部分でハリーの方が上だったなっていう風に感じてたんですけど、今年のニックはね、なんかこうハリーを、あ、ニックね、デレクね、うん、デレクに関しては、うん、ハリーを上回ってきそうな気がするんですよね。うん、それでいてハリーがなんか微妙じゃないっていう、なんかでかさはあるけど、ちょっともうなんか内臓肥大というか、そこら辺も進んどる感じがするし、崩れてきつつあるというか、だからまあ言ってみたら、うん、去年のバージョンが最高だったとして、いいタイミングでオリンピア取れたっていうことなのかなって、ちょっとこうなんとなくね、皮膚感とかがそのトップオブトップではなくなりつつある感じ、うん、いや、 やっぱり212の選手なんよ、ハディは。うん、まあ、デレックも212選手だから、うん、まあ、俺は正直、ここら辺はあんま好きじゃないんだけど、うん、まあ、だけど、まあ、こうなってしまうんじゃないかなっていう感じ。うん、まあ、デレックの方がね、そのウエストが肥大してきてるであろうハディに対して、かなりタイトなまま持ってこれるっていうのは、うん、その、神秘的な意味で評価が高くなるんじゃないかなっていうところ。うんうん、マジでね、今年のそのデレック、特にまあフロントで見たウエストの あの太さっていう部分でまたデレクが勝ち、バックを向いた時の背中の厚みとかでももう完全にそのデレクが勝って優勝する可能性が高いんじゃないかなっていう、うん、まあそれでもやっぱりハリー・チョパンは上に来る可能性が高 いまあそうだろうね、さすがにそのだから それこそ去年のビッグラミーみたいな落ち方はせんだろうねっていう感じがするけどね。で、まあ個人的には、うん、アーノルド・クラシックを2023年優勝したサムソン・ダウダがしっかり上ってくるんじゃないかなっていうところ、うん、でニックに勝ったしね。そうですね、ニックが2位でサムソンが、あの1位っていう感じでしたね。うん、でだから僕は正直ここの入れ替わりが、うん、あのなくはないのかなっていう、ハディがどのくらい崩しちゃうのかっていうところかな。いや俺サムソン・ダウダさ、ね、なんかまだ細い気がするというか、なんかわかる、うん、そのいや詰まってる感の少なさはわかるっすよ。あのアウトラインと足の感じとかはすごいんだけど、うん、写真によってはゴリゴリガリガリっていうと本当にちょっと言い方悪いそのなんていうのわかる、その全然細いじゃんと思って並んどるのとか見たら、うん、よくそでけえなみたいな、マスキュラーとか取った時はね、弱点らしい部分をしっかり隠せるポーズだからいいと思うんですけど、うん、まあ、フロントダブルバイとか取った時に、まあ、ハディの方が完成度が高いんじゃないかなっていうのはちょっと思うところかな。さすがにハディに勝つことはないんじゃないかなと思うけどね、うん、でもブランドよりかはそのブランドよりサムソン、ブランドの方が上だと思ってるってことですよね。俺はそうだね、どっちかっていうとやっぱ、でもただブランドンはやっぱりもうピークじゃないじゃん、もう完全に彼のピークは過ぎているというかさ、うん、バック向いた時とかのなんか、ああちょっともう溶けとんかなみたいな、うん、なんか絞れてはおるし普通にでかいんだけど、あと鉄ハムの感じとかもちょっと弱いくは見えるかなっていうのがどうしてもあるかなっていう感じ、ね、でもやっぱりブランなんかまあ正直ここ最近のトップ好きじゃないよ俺、うん、唯一ブランドン・カリーだけが
俺の好きやった時の感じが残っとるっていうか感じやから、まあちょっと来てほしいなっていうのは一つある。でもニックには勝つ、俺ニックがこんなに評価される理由が本当に分からない。そのこれ5位にしたけど俺もっと下げたいぐらいなの本当は。何がいい？ニックは多分もう近くで見た時の方がよく見えるんじゃないかなって勝手に思ってます、ね、うん、トレーニングしとる時が一番かっこよくない？あいつは。まあそうですね、前腕とか腕の感じっていうのがちょっとズバ抜けてるものはあるかなって。ステージ上がるとあ思ったんとちゃうなっていつもなるよね。なんかでもな、そういう意味では、うん、SNS とか単体で見るとリーガンとかってめっちゃいいけど、ステージに立つとやっぱ細く見えるじゃないですか、うん、そういう部分多分ニックって太いまま出てくると思うんですよ。まあ確かにね、うん、で僕はブランドン・カリーよりも、うん、ニックの方がなんだろう、最近ね、ちょっとウエストも細くなった感じはするし、うん、成長できてる部分が多いと思うんですよ、うん、で、対してブランドン・カリーはもう同じく、まあ、落ち目というかね、ちょっと落ちてきちゃうところがあるので、うん、ここでじゃあまたその昨年度と同じ順位に入れるかっていうと難しい、うん、だって昨年度の時点でブランドン・カリーよりニックの方がオリンピア成績上ですからね。その通りです、うん、はい、っていうのを踏まえると、はい、こういう順位になってくるんじゃないかなっていう。そうか、まあそうだね、うん、それは納得はするけどねって感じ。だから僕は最終的にはここに全く書いてないけど、うん、アンドリュー・ジャックドとミケル・クリゾ、うん、あとリーガン・グライムズあたりがやってくるっていうのと、今年は出場しない、アンドリュー・ジャックドも今年出場しないし、うん、で僕めっちゃ好きなボディビルにラファエル・ブランダオがいるんですけど、うん、ラファエルが今後上に来てくれる未来はあるんじゃないかなって感じで思ってるんですよ、うんうん、やっぱプロポーションが崩れてなくて、やっぱそのパッと見た時のウエストの感じとかがやっぱ綺麗な選手の方が僕やっぱ見てて好きだから、うん、ミケルとかリーガンはいいじゃないですか、うん、そこの部分が、うん、肥大してなくて、うん、顔ちっちゃいしミケルね、っていう意味で見ると、前回5位だったビッグラミーに関しては、うん、もうさすがにだいぶ厳しいねっていう感じ、うんうん、そういうもんなのかな。ビッグラミー、ビッグラミーは僕もう無理だと思うんですよ、うん、仕上がらない、仕上がってももうあのかつての皮膚感は出ないっていうか、その2017年あたりかな、フィル・ヒースに次いで2位の時とかって、うん、そのなんでフィル・ヒースに勝ってないんだって言われたぐらいの時があったと思うんですけど、多分ぶっちゃけビッグラミーは優勝したタイミングよりその時の方がピークなんじゃないかなっていう、うん、それはもう。で、昨年度はやっぱね、なんかこう腹筋周りのそのコンディションがかなり崩れたなっていう、うん、皮膚感が分厚く見える、背中とかもね、なんかうん、だからまあ、つつあるみたいな、そうそうそう、みんなたどる道ではあるけど、まあそれが来てしまったっていう。で、実際ビッグラミ今年で引退するみたいじゃないですか、うん、だからまあそういうのも含めてもやっぱりなかなか上がってくるっていうのは難しいんじゃないかなって勝手に思ってます。ただやっぱバッと見た時のでかさ、でかいっていうのは楽しみでありますけどね、うん、多分現地で一番興奮するのビッグラミなんじゃないかなって僕は思うぐらい、ここオリンピアやでって思うぐらい二回りでかいから、うん、あー、まあだってオフシーズン150キロとかでしょ。まあ一回と身長もそんなクソ高くはないはずやもんね、うん、だからその今の選手はね、サムソンを除いて基本的にまあブランドンもなんかこうギリ212にもいそうな体というか、そうかな、ブランドンは僕なんだろう、まあちょっと昔の体で想像しちゃってるのがあるかもしれないですけど、うん、めっちゃでかいなって思える選手ではないというか、まあ、美しいタイプじゃない、もともと割とプロポーション、その悪くないプロポーションタイプだとは思うけど、うん、僕ブランドでかいけど、そのなんか別に腹出てないし、うん、そうなんだよ、僕はなんかフィル・フィースの介護官ぐらいに思ってたけど、あ、本当ですか、ブランカリーはオープンの選手だなっていう印象、うん、いや僕もオープンの選手だなって、え、身長高いよね、そこそこブランドって、え、高いだっけ、高くないっけ、まあ、70はあるよね、イメージ75ぐらいのイメージだったんですけど、そのぐらいだと高くはないけど、高くはないけど、いやイメージね、うん、ブランドン・カリーなぁ、なんか個人的にはちょっと違うなって思うことが多くて、本当、うん、足の前から見た時の形とかがそんなに好みじゃないかな、うん、っていうのもあるから、うん、将来的にはさっき言ったアンドリュー・ジャックドとか、まあ俺もそうやね、そっちの方が好きだね、今のやつらは全員好きじゃない、デレクはめっちゃ好き、僕俺デレクめっちゃ好き、まあ、そうやな、でもいや、あんま好きじゃない、低身長勢が好きじゃないけどさ、212でとどまっとってくれっていう感じ高身長勢が勝てないからね、今、いや、そのだから中身長勢が勝ってほしいよ、だから、本当にそれこそフィル・ヒースとかジェイとかあそこら辺が勝っとった時代がやっぱりどうしてもあれが、まあ老害なんかな、
もしかしたら、まあまあまあ、時代の流れというかね、これからまたそういう人が出てくるかもしれないし、うん、まあ間違いなくピーク黄金期的なのは今はちょっと過ぎたタイミングではあるとは思 う、ねうん、だからそこをまたミケルとかが作ってくれるかな、あと3年後とかかね、うん、もうね、会場行ったら絶対わかるんだけど、もうクラシックフィジークなんよ、もう今は、うん、もう悲しいですね、それはクラシックフィジークというかクリス・バムステッドの時代なんよ、うん、いや、もうそれはそうなんですよ、だって僕も正直、ね、もうオープンボディビルよりかクラシックの方がやっぱちょっといいなって思う選手が多い、うん、綺麗だなっていうところがあるから、今回クラシックフィジークの予想はしないんですよ、まあだってどうせね、うん、芝も優勝だからだからね、ボディビル界のそんな人が欲しいよね、うん、そうですね、そうだから そのもうフィルで終わっちゃってるじゃないですか、うん、ロニー・ジェイ・フィル・ヒースのその、うん、カリスマ性というか、うん、スター性はちょっとねまだ超えれないですよね、誰が出てくるんかね、で C 版はそういう意味ではもはやちょっと超えてる部分があるというか、だいぶ超えちゃったね、うん、インスタのフォロワー2000万人いきそうな勢いですもん ね見るたびに何十万人か増えるもんね、うん、C 版はちょっとね、はい、そういう意味ではですよ、うん、今回人気度で言えば今はクラシックの方が上である可能性が高いってなって、うん、でよりこう誰が上に来るのかって面白さで言うとフィジークじゃないですか、うん、そうだね、これはもうなんかまあそうだもんね、はい、そうジェレミー勝ってほしい、うん、ジェレミー優勝しろって思ってる人たちもいるけど、うん、まあ審査基準だったりそういうののトレンドだとかに左右されながら、うん、マジでどうなるか分かんねえっていう状態じゃないですか、うん、っていうところで伊藤さんどうぞ、はい、1位ジェレミー・ブエンディア、2位カイロン・ホールデン、3位ブランドン・ヘンディ・リクソン、4位エリン・バンクス、5位ディオゴ・モンテネグロ、わかるわかるわかるよ、わかるよとなりました。いきましょうか先に、うん、あなたの好みがすごく出てるわね、はい、っていうのがわかります、うん、ただ、はい、結構僕は意見が違うというか、うん、1位カイロン、2位エリン・バンクス、3位ブランドン・ヘンドリクソン、4位ジェレミー、5位ディオゴっていう感じですね。エリン・バンクス2位、僕はね、エリン・バンクスの体は昔から言ってるけど、うん、そんなに好きじゃないの、うん、俺も大好き、大嫌い。ジェレミーが一時代を間違いなく築いてきた素晴らしい選手であるのはもちろんなんだけど、うん、今現在の、うん、その審査基準的に、うん、ジェレミー優勝は難しいんじゃないかなっていう、わかるよ、うん、でも俺はそう思う、うん、正直そう思う、うん、でもジェレミー勝ってほしいじゃんやっぱり、ね、そのなんていうのな、やっぱ俺の中のチャンピオンってジェレミーだよね。わかるっす。やっぱジェレミーがなんかフィジークのチャンピオンってジェレミーやなーみたいな、うん、そんな感じやからやっぱり悔しかったんよ、ま、あの去っていった時は、うん、え、ジェレミーおらんくなるみたいななったけど帰ってきましたと。で悪くないじゃん全然その、うん、いや正直 SNS 見て勝つんかなはどうなんだろうとは思うんだけど、うん、え、ちゃんと進化しとるじゃん。そうですね。そう、それでいてあのハードな仕上がりを多分持ってくるであろうと、うん、まあほうほっケコケだ、ケコケじゃん、うん、じゃあもう勝たせてやってよっていう、うん、っていう感じだからジェレミーに関してはまあかなり難しいと思う、ええ、だけどやっぱり1位につけたかったね、うん、まあ気持ちはわかるし、おそらく伊藤さんと同じ気持ちの人たちはいっぱいいると思う、うん、特に僕ら世代ってフィル・ヒース絶対王者、うん、ジェレミー・ブエンディア絶対王者の時代に、うんうん、一番熱意を持ってトレーニングできてたというか、そうそう、なんかこう今ももちろん熱意はあるんだけど、うん、その当時のそのトレーニング取り組むこの姿勢ってちょっと違うじゃないですか、うん、ジェレミーとハニーランボとの FST7 一回はチャレンジしたことある人おるじゃん俺ら世代やったらケーブルタイムがね、そうこうやってあるじゃん、うん、勝ってほしいじゃんっていう感じでもさ、カイロン1位じゃろ、はい、え、じゃあブランドン・ヘンドリクソンコンって思うんやけど、わかるよ、わかるんだけど、うん、やっぱり背中ね、ちょっとエリン・バンクスってちょっと一人だけ変じゃん、なんかその、いや、わかるよ、特殊じゃん、わかるよ、うん、いやだから僕は自分の好みプラス割とその現在の、うん、そのトレンド的な感じのところで言うと、うん、まずジェレミーこの3人に比べて腹筋がカスなんすよ、カスまで言わんでいいよまあ確かにね、ディオゴと近いというかね、そう、ディオゴもやっぱその人種的にジェレミーと、人種の問題があるよね、そう、ディオゴ的にはやっぱりそのね、やや白人寄りなわけですよ、うん、ってなってきた時に基本的にミッドセクションが弱いっていうような感じというかね、状態になるのに比べて、ここのね、黒人系列は本当にミッドセクションが強いの、うん、うん、で、そういう意味でミッドセクションの強さとフロントの感じを言えば、うん、そのエリン・バンクスはあのエリン・バンクスはちょっと特殊寄り、うん、で、ブランドンに関してはバック向いた時にすごく弱い、確かってなった時にカイロンが一番今最もそのバランスっていう意味でも優れてるんじゃないかなっていう、うん、マジで良かったもんね、この間のその戦いあったじゃん、そうエリン・バンクスとの、結構驚かれたけど、でもあれ正直見てあのエリン・バンクス優勝をつける人の方が少ないんじゃないかな、まあね、どう見ても、うん、カイロン勝ちだろっていう、うんうん、
で僕カイロン大好きなんですよ昔から、うん、フィジークの選手の中でずっとその出てきた時から好きだった選手の一人なんで、うん、大穴狙いじゃないですけどカイロンあったらマジで熱いなって思うんですよ、うん、優勝したらね。まあ、でも今のあれだと順当だよね。順当だと思う。優勝はその今年の成績を見てるんだよね、うんうん、しかも一回クラシックに転向しようとして、まあ、そのタイミングでこう筋量をかなり増やそうとしたタイミングがあったんですけど、結果ちょっとねクラシックには満たないけどフィジークの中での最強の状態を持ってこれてる気がするんですよ、うん、だからここで一回勝たせてあげてほしいで、うん、クラシックに向けてまた舵を切ってほしいなっていう。いや正直を言うと僕はカイロンは正直クラシックにはあんまり向いてないんじゃないかなって、うん、まあ足が思ったよりかなり悪いよね。そう、うん、そう地方というかね、そのそうフィジークだとすごくねすごくいいんだよ、かっこいいんだよカイロン、うんね、めっちゃ良かったねあれは。欲を言えば暁のサーフパンツで今年出てほしいんだけど、まあ日本人としては嬉しいですよね、うん、叫びて。いやっていうところを踏まえて、うん、まあここの差はそのもうすでに勝った勝ってないの部分でこうで、うん、でやっぱこのブランドンエリンバッグズの差はバックポーズで、ここに関してはそのプロポーションとミッドセクションの部分でやっぱ上位3人にはちょっと難しいんじゃないかなっていうような僕の予想ってところですね。まあね、今回の方がちょっと現実的感はあるよね。結構現実を見てます。ただカイロン優勝っていうのは結構その願望入ってる部分はあるんですけどね。いやカイロンは優勝するやろ、それは。ちょっとなんで俺1位これ書いてるんだよ、願望だからだけど実際こうじゃん。はい、まあこう、でも俺まあエリン・バックスより上にいってほしいけど、まあ無理だろうね。あとジェレミーが優勝じゃなかったら4位以下にはなるよね、うん、だからそれは分かる。まあね、2位はないよね、エリン・バックスが。本当俺分かるから、だってここの3人の黒人は正直セットで上がってくるような感じのところあるじゃないですか、うん、まあね、だからワンチャンとにかく好きじゃない、カムちゃんの予想が当たる可能性としては、はい、今までいろんなフィジークのこう審査基準になってきたけど、うん、やっぱジェレミー最強じゃん、ジェレミー圧倒的に優勝ってなったらありえる、うんうん、っていう感じだよね。この大会から審査基準変わる、そう審査基準変えるほどのインパクトがあれば、それはある。 そのやっぱジェレミーじゃん、うん、で審査員に思わせることができたら勝ちなんだけど、カリスマ性はあるわけじゃんジェレミーってやっぱ、うんうん、いやーどうなるだろうね。だから何があっても面白いとは思うんですよ、うん、ジェレミーポージング変えてくるんかな、こうやって嫌だな、これがいいな、ね、これがいいよそう、ジェレミーはもうアシンメトリーでしかポージングしてほしくない、うんうん、まあでもここは本当熱いんだって。優勝したことある、はい、優勝したことある、優勝したことある。カイロンはないよね。ない3人ってえぐいよ。3人だと思われたところにカイロンがぶっこんできたって感じですよね。だってそもそもクラシックに転向を表明してたのに、ね、サプライズ的な感じで出てきてエリンに勝っちゃったっていう、ね、やばっ、出るんかい、勝つんかいっていうところを踏まえて、そうですね、こんな感じで。他の選手で言うと金木さんに勝ったジョーベンとかがね、うん、出てくると思うんですが、まあ、やっぱり厳しいんじゃないかなという。それは難しいと思うよ。セカンドホールぐらいには来るかな、どうでしょう。どうだろうね、うん、実際に見てないと分かんないですよね、これに関しては、ね、でも多分来ないと思 う。やっぱりミッドセクション弱みがあるじゃん。はい、まあそうですね、確かにその金木さんと比べた時にしっかりミッドセクション弱いなっていう、でバック向いてちょっと勝負が決まったなっていう感じだったから、そうそうそう、やっぱファーストインプミッドセクションすごい大切な時代ですよね。だからピッ、そうなの、まあ、いいか、まあ、一旦フィジーク予想こんなもんとして、はい、当日別ステージなんですよ。わかりますわかります。そうで、前回それがめっちゃ遠くからしか見えんかったけど、今回はおそらくチケットがあるから近くで見れて、そこが多分一番楽しいんで。ああ、なるほど、予選会場の方がもはや一番近くで見れて楽しい。そうだね、はい、でいろんな選手が出るから、うん、レベル低い選手が当たり前のように一人もいないわけよ。はい、はぁ、あ、ってなる。だから本当に去年もだからエリンバンクス出た時も、はぁ、あ、うん、反対で見ると、うん、並んで初めてね、うん、で、あれヨサさん、あれ普通にヨサさん見劣りしてない、うん、みたいな。それもね、込み込みで、誰が一番声援が大きいかとかもね、ジェレミーでしょ、うん、ジェレミーだと思うんですよ、でしょうね、いろんな意味、ドラマ的な意味でも。だって、カイロンとかでかく、あ、カイロンも、ね、うん、あれかもね、熱いでしょうね。ただジェレミーだろうな、うん、エリン・マックス微妙なんじゃないかな、うん、すげえその知り合いじゃないから言えますよね、うん、僕らね、そう、そういうのね、微妙だろうね、本当にそんな感じだった気がする、うんうん、マジでこの順番なんじゃん、これに関しては、声援に関してはで、C 番組の時は多分耳栓した方がいいぐらいうるさいから、そうか、そうね、楽しみでございますね、本当に楽しみですね。まあ、日本
本からね、山岸さんだけと。そうですね、2-1で、うん、しょうがないね、チャンピオンしか出れなくなっちゃったし、しかもさらに厳しくなったらしいですね。トップ5は来年出れるっていうやつがトップ3になったらしいです。そうなんだ。厳しい、うん、らしい。なんかアナスペのインスタかなんかで見た。まあな、オリンピアンだからな、なんかオリンピアンなのにこんな選手おるんやとは正直思った、フィジークとか見てて。うん、でも厳しめでポイントはやってもやっとる、今ポイントないか、ないっす。やってもいいと思うんだけど、だってずっと2位になり続けるやつっておるやんか、うん、でもめっちゃいいやつってさ、なんかそのオリンピア出たら順位変わるんじゃないかみたいな。そうそのポイントの、ね、得点数はかなり厳しめにしてもいいけど、うん、だからまあ2大会2位以上とかそういうのはありなのかもなっていう、うん、そうそうそう、2大会であのどっちも2位に入れるっていうのは明らかな実力者なわけじゃないですか、うん、で体重制限が設けられたんですよね、確かね、フィジックか、はい、うん、だから運よく勝てる人がいたりするかもしれないし、運よくのけられちゃう人もいるかもしれないけど、まあ、その辺やっぱフレキシブルにルールは変わっていくので、うんうん、まあ、その辺も追いつつやっぱ生がいいですよね、うん、これでこんがりが行くことによってみんなオリンピアを生で見たことがあると、うん、確かになるということで、うん、そっか、伊藤さんはありますよね。あんちゃんが前見に行った時はオーランド、ベガス、ベガス、あ、ベガス2014年カイグリーンと一緒に写真撮った時か、そう、フィル会の時いいな、一番いいやんけ、会最後一番よくてジェレミー優勝してる。でも遠かったけどね、うん、黄金期の一つだもんな。そう、これからボディビルでね、スーパースター選手が生まれていくことを期待しながら、うん、そうですね、応援していきたいですね。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、まあ、そしておのおのの思う順位予想とかがあれば、うん、理由も含めて書いてくれると見てて楽しいです、うん、はい、よろしくお願いいたします、はい、レモンチャンネルの今回とハムちゃんとアジャマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。